Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y seguimos acá en la parte 6 de la saga de Asgard. Vamos a hacer Andrómeda de nuevo. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ahí y ahí.手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながらヒルダのもとへ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本で沙織を狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろう、アンドロメダ。だが、このシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど、僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。ふん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。ベン、あら。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。はいっと。エデュラッチェ。逃げた神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとしたが、さしずめお前は我が神オーディーンの生贄になる。このシドの剣によってな。そうはいか、時間はないんだ。一刻も早くサオリさんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディンサファイアを手に入れてみせる。ケラーネもなかれのみ。そうはいかない。でもミーレを倒したのは一気にさんなんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。そりゃそりゃ。僕のチェーンの動きが鈍い。ミーレとの戦いの影響か。止まってるアガ。それにしてはそうはいかん。うん、あ、パーフェクト。ウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。Es re útil la cadena porque no se puede acercar, entonces puedes cargar energía mientras. Es muy bueno. 本当の力。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器。そうだ、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。あ、僕のチェーンに霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。まもなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。買えない方へ出会いせけフォロー。なあ、だれせりよ。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュン、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦め、ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイヤたちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これで、あなたと対等に戦える。Muy bien, muy bien, perfecto. Vamos a usar la misma técnica que usamos para derrotar a Pisces en las 12 casas. Así que bueno, vamos, dale.
どうしてもというなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。受けろ指導。僕の真の力を。なるほど、これがネビラストリーム。だがこの程度で俺の髪の毛一本を傷つけることはできぬ。気流の方が私の動きを封じている。ネビラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうだ、ネビラストリームは僕次第に限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるぞ。マリアの目ある。神聖なこのワルハラキの床を無意気持ちで汚すわけにはいかない。もへえな。お前には白き弔いの花を手向けてやる。甘いな、アンドロメダ。この程度のストリームを起こしたくらいで勝ち誇るつもりか。あのストリームの中で動けるぞ。どうやらこれが最後の勝負になりそうだな。さあ嵐とやらを起こしてみるがいい。もっともその白の剣を受けてもなお立っていられればの話だから。行くぞ。さあ行きます。パーフェクト、パーフェクト。ウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。チオ、俺はレポデロスだったら傷つけてしまった。爆発しろ、カスマよ。ネビラストーン。ストリームがストームに。まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ、早く行け。そうはいかん。シャイナ。シャイナさん。あ、なあ、シュン。シュン。これは一体。テラポグレイ、オルン。テラポグレイ、¿cómo va a terminar así? Bueno, vamos a dejar el capítulo 6 acá. Ya quiero jugar el otro, pero bueno, vamos a dejarlo para el próximo capítulo, sería la parte 7. Así que bueno, ya sabes que si te gustan estos videos, me podés dejar un like para ayudarme y suscribirte a mi canal si no lo estás. Gracias por ver y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.